まあまあ、お疲れ様です。最近思うことがあるんですよ。スクランブルエッグが食べたい。美味しいスクランブルエッグがめちゃめちゃ食べたい。めちゃめちゃ美味しいスクランブルエッグが食べたい。僕は朝マックにあるビッグブレックファストでしかスクランブルエッグをここ1年間食べてない。もっといろんなところで美味しいスクランブルエッグに出会いたい。ホテルの朝食に出てくるようなふわふわでとろっとろなスクランブルエッグが食べたい。僕の家でスクランブルエッグを作るとまるでそぼろみたいになっちゃう。油を敷いているのにフライパンと卵が仲良くなっちゃって、こう気がついたらぐしゃぐしゃな何かができちゃう。正直スクランブルエッグという名前をつけてしまうことに罪悪感を覚えてしまうような砂利のような形状をした卵焼きができてしまいます。 IH クッキングヒーターだからうまくできないのか、それともフライパンが劣化しているからうまくできないのか、そもそも僕は料理が下手くそだからできないのか、全然原因がわからない。このままだと僕の人生の教訓の一つに、他人に作ってもらう飯が世界一美味しいっていうことが証明されてしまう。自分で作ったご飯も美味しいってことを証明したい。あー、わん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 。というわけで今日はそんな感じです。以上です。